わ、来た。始まった？え、で、これでどうすんの？あ、で、リコがやるってこと？いけそう？うん。ちょっと待ってくださいね、皆さん。え、待ってね、私の見てるよね。あ、で、リコがやるってこと？なくなる。こんばんは、こんばんは、こんばんは。リクエスト送信したよ。出てんの？あった。リクエスト承知？承認です。え、どこ、どうやってやんの？不慣れすぎてやばいんだけど。あ、これか。危な。全然一緒あれ。来た？あ、来た、来た。こんばんは。え、そっち来てる？来てる。あ、ちょっと待って、音量さ、これゼロにしたの？そうちょっと待って、どっちの？あ、来た。ちょっと待って。こんにちは。こんばんは。こんばんは。見てますか？ちょっと、1分乗せてください。すみません。あの、リーダー準備が間に合ってないので、ちょっとリップ鳴らしてもらって。ねえ、ついてる、なんかねえ。え、どえ、ちょっと待って、音量さ。あ、そっか、もう不慣れすぎてやばい。今、2階にいるんですね。気がするんだけど、今。あ、そう。あ、私もこれ以上下げられない。あ、ちょっと待って、あ、危ない。あ、ちょっと待って、危ない。いけた？あ、来た。はい、ということで始まりました。始まりました。この配信です。この配信です。皆さんは何話す？それな。これさ、ちょっと私なんかリコ電波悪い。小腹空いたので食べていいですか？あの、お菓子いただきながら。お菓子いただきながら。お菓子いただきながら。じゃあ私もやろうかな。見て。プロ野球チップスがあったんです。あ、それなんかシールみたいに入ってるやつ？うん、そうカードが入ってるんです。なんかさ、暗い。でも全然さ、これさ、できない。あ、ハサミが必要っぽかった。あ、怖い。これできないんだけど、わかんない。何それは？プロ野球チップス、ちょうどなんかあったんですよ。私は、食べっ子動物。来た、すごい。匂い。何？佐々木朗希選手当たりました。やったー！え？めっちゃ嬉しい。よかったね。え、めっちゃ嬉しい。やった。ありがとうございます。コメント読む？ありがとうございます。2枚入ってるの、それ。そう、2枚入ってるの。あとね、もう1個あったからね、あとでもう1個もあげようか、開けようかなと思って。あ、開け、うん。すごい、なんか、たくさんの方見ていただいて、ね、すいませんね、なんかこんな感じで。この時間に1000人ぐらい見てる、うん、え、すごい。なんかじゃあちょっとコメントに返していこうかしら。ね、どうやってコメント見んのこれ？ん？1個ずつしか流れてこない、これ。イジマエルさんがスワップ嬉しい。これ、なんか変なとこしそう、本当に。すごい。リコちゃん、服かわいいって。ありがとう。見て、ハート降ってきた。ほんとだ。なんかさ、リコ、電波悪くない？嘘。なんかカクカクしてる。カクカクしてる？うん。あ、来た、コメント。え、今？不慣れなもんで、ごめんなせいな。二人とも、ピアスかわいい。今日。入れる感じの。今日はカジュアル。つけ襟。私は、ピーナッツチップ。
今日暑くない？今日暑かったよね。今日暑かったの。もうさ、この一枚着てるだけでも暑くて。なんか私さっきまでマッピンと踊ってたのね、5時ぐらいまで。そう、それでもめっちゃ汗かいちゃって、シャワー浴びたいぐらいだったんだけど、頑張って直した。ここますで。ご、よ今アイロンめっくちゃやっ踊てれるた。よね。休日じゃないけどさ、なんていうの？お仕事じゃないそう、仕時事のね。前とかに、すごいと思う。寝てたよ、私。寝した？寝てた。ドラマ見て、寝てた。いいですね。いいですね。何のコメントなの？それ。あ、ありがとう、鎖骨きれいって言われたら嬉しい。結構鎖骨気に入ってる自分の。自分で言うな。だから出してるんだもんね、今日も。今日は暑かったので出してみました。でもさ、何年前にいるのよ、本人そう、が。そっちになんね。か、こっちに話しちゃうの？そう、私カメラずっじとゃなく多分ね、て。そっち見ながら話してた。この画面のリコじゃなくて、こっちのリコ見ながら、実物見て話してました、こっち見私。ながら話してる。あ、そう、2年もね、なくなったけど、2人に会えて嬉しいだって。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにね、結構やりたかっ私、たよ素なんだ。ね。みんなで本当にやりたかったんですけど、なかなかやっぱりね、ちょっと人がいっぱいになっちゃったそうで、できなかったんですけども。まあでもあるしね、もう一回。クラブチッターで、いつかあるよね。発売日。発売日にあります。いつかあるよね。把握してないんですけど。だからそっち皆さんぜひぜひお越しください。はい。お願いします。リコたくさん食べてってみんなが。これ、たべっ子どうぶつってさ、なんか英語書いてあるじゃん、動物の。いいよ、読みながら食べてみなよ、一回。お願い。やっシて。ープ？合ってるの？シープ。シープ？羊？羊？もうすごあ、すごい。い。今みんなうなずいてる、頭いい人たちが。すごいルよ。ノ。ルノルでノした。だ。ルノがうなずいて。うちらルノ当てにしてんのやばいね。やばいね。地方でもリリーベやってほしい。それね、わかる。やりたいよなんね、か、いろんなと博多ころで。の方でさ、キャナビシティ博多？噴水があるところ。あれ、あそこ楽しかった。みずほが落ちたところ、噴違水。うよ、だって読んで。それ、落ちてはないよ。だってめっちゃ面白い。ちょっと苦い思い出がね、あるんですよね、そこの。いろんな思い出あるもんね、リリーベ。だって、いっぱいしてきたから。面白リリーいな。ベね、すっごい大変だった、本当に。だって、ね、めっちゃ曲覚えないといけないし、カバー曲とかも。本当ひどかったと思う。広かった。申し訳ない。広かった。申し訳ないよね。でもでなんも、か頑み張っんな、てた、あのそう、時は。頑張っみてんはいたな、んです。必死に頑張ってたそう、から。当時、すごい気必に死しにて。頑張ってはやってましたね。すごい。ソロで歌うやつとかしてほしソロかった。で歌うやつとか楽しかった。あ、結成日にやったよね。何やった？つくばで。ソロで。めっちゃ緊張した、あれ。ね。確かにいろんなのやりたい、リリース超イいっぱベンいお客ト。さん来てくれた、その時。あ、確か覚えてにいっる？ぱいいた気写真撮っがたよすね、る。ステージから。ね、あれやりたいの、私、リリースイベントの何？さ、なんていうっけ、フューチャー会じゃなくて、なんて言うっけ、プロデュース会。あれめっちゃ楽しくなかった？楽しかった。ねえ。あんま覚えてないけど。嘘でしょ？ 私なんだっか、てリ何リーしたスイかベン全ト然覚えてで、ない。それこそ、誕生日近い人たちが、自分たちでセットリを決めてたんだよね、確か。そうそうそう。そういうのやってて。
それがめちゃめちゃと。あ、えらい、ちゃんと。暑すぎてグリーンだから2本飲んじゃった。ね、待って、ね、わざわざさ、フィルム剥がしたのにさ、言ったじゃん、商品名。怖いんだけど。本当だ。もうダメですね。起きなきゃ。起きて。ごめん、そう、ゆるい。ごめんね、ゆるいよね。そう、ごめん、この2人だと本当にゆるくなってしまう。ごめんね、すごいゆるいなと思ってるんだけど。でも、いいよね、これぐらいで。うん、あ、キキ朝倉視聴し始めました。嘘、キキ朝倉ありがとう。キキ朝倉ありがとう。キキ朝倉ありがとう。嬉しい。もうちょっとで会える ね、8時から。すごい。あ、皆さんコメントなんか聞きたいことあったらぜひ、そしたらそれで話しますよ、私たち。意外と、うん、意外と。何意外とって。じゃあちょっとコメント来るまで、いいのあったらコメント拾って。分かった、いいよ。私たちこれ、あ、そうだ、ビッグワンガールズさん5月31日発売のこのビッグワンガールズさんに出させていただいてます。はい、二人で。私ちょっと今初めて見るんだけど。私も初めて見る。一緒に今、一番最初に開いたページにチーがいました。あ、チーちゃんいるの。チーちゃんいた。へえ。あ、そこ危ない、見えないようにしなきゃね。待って待って、どこにいる。そう、どこにいるのかっていう。すごい、もうちーちゃんしか発見できない。あ、お茶の方もいる。待って待って、いる。え、いる。ちーちゃんかわいい。待って待って、え、見つけられない。見つけられないよ。あ、いた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 、いた、いました。いた。いいね、楽しそう、楽しそう。ごめんなさい、リアクション作ってごめんなさい。でも、かわいいよこれ。何話したんだっけ。なんか話してるよね。なんか研修生時代のこととか話したんだよね。あ、そうだそうだそうだ。どんな研修生だったかみたいな。うん、デビューに至るまでとか話したっけ、うん、なんかそういう感じのことを話したので、ぜひそちらも読んでみてください。ガーリーで可愛い衣装も。あ、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。お、朝倉、キッキ朝倉コメントしてくれてる。そう、全然見つけられない。二人とも今日のメイクめちゃめちゃ可愛くて好きですって。ありがとう。何のドラマ見た。ね、なんか探偵のやつ、クロステなんかそんな題名のやつ。ドラマよく見る。鈴鹿央士さんの主演のやつですね。すいません、本当に裏覚えでごめんなさい。とか、なになになに。あとは新メンバーのお尻はどうですかっていうコメント。やめてよ、そんな。まだだよね。いませんよ、成長に期待です。です。あ、皆さんありがとうございます。雑誌見てくれるって。今日の洋服のポイント教えてってリコ。さっきちょっと言ったけど、うん、もう一回言ってよ。なんかダボとか、ダボとか、カジュアルなダボとか、以上です。はい、私は暑かったので、夏らしく。いや、君あやリンダムチェックで何。はい、ごめん、はい、なんか退出してるよね、私。なんかね、しかもね、ひどい顔で退出したよ。なんかね、すごいひどい顔で退出してった。どうしよう、なんかね、ぐる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 してるよ、今。ひー、すごいひどい顔、見て。なんかね、どっか行っちゃったのかな。あ、キキちゃんがヤホホーって、ありがとう。あ、そう、インスタのですね、投稿もしました。あ、本当にいなくなっちゃった、リコが。
あ、いなくなっちゃった。ということで、ちょっと私だけ今話しますけども、そう、足利フラワーパーク行ったんですよ。藤の花見に。あ、そう、ルロも行きたいって言ってたよね。そう、私もずっと行きたくて、藤の花見たくて、で、最近行ってきました。でもちょっとだけね、もうね、時期がね、後半だったのかな？あ、リコ、ごめんごめんごめん。え、リコ戻ってきます。で、見たくて行きました。めちゃめちゃお花綺麗で、で、それでも後半だったけど。すいません。次は、また行きたいですね。戻ってきました、リコちゃん。ただいま。すいませんね、なんかおかっ、退出しちゃいました、リコが。退出しちゃいました、ごめんなさい。いなくなった、リコちゃんは待って、事故。みんな笑ってるわ。話の続き、どうぞ。話の続き、あ、もう終わってよ。そういうことえ、ちーちゃん見てんの？嘘。うん。ありがとう。めっちゃ嬉しい。私は、うん。この間家族であそこ行った、西武園遊園地。ああ、ね。なんか、昭和の街並みだっけ？そう。ね。初めて行ったんだけど、うん。また写真載せます。お、いいですね。楽しかったです。なんか結構いろんなところ行くのいいですよね。私いつもお姉ちゃんが車で運転してくれて、うん、いろんなところ連れてってくれるので、いいね。めちゃめちゃありがたいです。結構あの外で外行くイメージある。お休みの日。そう、結構意外と行くね。休みの日になったら家族でお出かけ、うん、みんなが休み揃ったらですけど、家族でお出かけよくしてます。私も家にいること少ないか。ね、意外とアクティブだよね、うん、リコ。うん。すごいと思う。森と千咲ちゃん、遊園地いいなーって。ありがとう。何のアトラクションが好き？遊園地で。遊園地？うん、ジェットコースター。うん、いいね。かっこいいね。詳しくわかんない。っていうか。問題。あんまり。あれ苦手でしょ、フリーホールみたいなの。あ、そう、あの、縦のやつ。うん縦で落ちる、ね、そう、あれがちょっと苦手。わかる、私もあれちょっと怖いなって思う。ね、みんなで行きたい、富士急に。ね、行きたい。あ、そうだ。そう、苦手な子もいるんですよ、その絶叫系、うん、が苦手な子もいる。でも、だから次行くときは絶対乗せないっていう。いいよ、乗んなくていいからNG 出してるみたいですね。富士急マリコちゃんが絶叫系 NG でしょ。だから次はあれ 新、ね、新面のさ4人はさ、うん、絶叫系いける？あマリンだけがいけないの。そうなんだ。でもマリンちゃんこの前濡れてました。え濡れてたの？一応、うん、無理です。無理っぽそう、うん、あでもいいね、増えたよ仲間が、ね、乗れない小野瑞穂ちゃんと小野田沙織ちゃんと福田マリンちゃんはこうメリーゴーランドとか観覧車とか、そう観覧車とか可愛いの乗ってもらって、可愛い動画撮ってもらって、うん、あ、いいじゃんいいじゃんっていうの行きたいですね。行きたい。メリーゴーランドの方がいい。あら、ルノもメリーゴーランドの方がいい。可愛い。どっちもいいよ。どっちもいいよ。どっちもいいね、ルノは。お化け屋敷。お化け屋敷ね、お化け屋敷は苦手。私も。でもそれこそ私たち一回行ったんだよね、富士急の。行った。なんだっけ。戦慄迷宮か。戦慄迷宮。行って、めちゃめちゃひどかったよね、DVD マガジンって。ひどかったよ。みんな逃げるけど。みんな走り出すし。みんな走り出すし、すごい顔だったけど、でも、本当に面白かったの。今、発売してんのかな、DVD マガジンあるの。でも、してるんじゃないかな。あるんじゃないかな。あるかな。うん、もう本当に見てほしい、私、過去一で、うん、なんか、普段あんまり自分のなんか映像とかは見ないんですけど、その富士急の時の DVD マガジンは、見て、もう一人で爆笑してた。もう、涙出るあれ、みんな面白いよね。あれ、めっちゃ面白い。マーピーはね、スタッフさんに抱きつくし。そう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 。そこ映ってんのかな、わかんないけど。わかんない、多分映ってんじゃん。そこもチェックしてみたい。みんなで行ってみたいですね。増えたので。そう、12人で行きたいね。うん。今度ね。今度行ってみたいです。すごいね。あ、コメントもありがとうございます。読んでく？ね、本当に変なとこしたらまた退出しちゃうんだよね。そうだよ。どこ押したの逆に。
画面タッチしてスワイプみたいにスッてやっただけで、うん、で退出しちゃったもん。あ、大丈夫かな。あ、来た。なんか音鳴ってる。おかしいな。スワイプ何？わかんない。さっきからみそもちゃんがなんかいろんななんか BGM を流してたんで、さっきも新メンバーのBGM じゃないんですけど、新メンバーの配信の時にちょうどね歯磨きしちゃってその音が乗っちゃったんだよね。いい感じに。歯磨きの音だなんて思わないだろう。そうだよね。思ったよりなんかシャカシャカしてたみたいで。よく磨いて。うん。すごい。え、大丈夫、皆さんこんな感じでいいのかな。こんなになんか見てくれててありがたいんですけど、こんなゆったりしてるライブ、うん、なくない。わかんないけど大丈夫かな。ごめんなさいね。なんか聞きたいことあったら本当に言ってください。リコちゃん目が丸いねって。ありがとう。カレー対決ね。あれやんなかったっけ。あ、ミュージックビデオはいつ公開になりますかっていうことはですね、まだ言わないんですけど、それこそ8時の時に私たち YouTube 配信するので、その時にもしかしたらお知らせができるかもしれないので、そっちも見てみてください。今ここでは言いませんけどね。だそうです。リコアミはそれで OK って、まったりした感じがいいよって。史上最強のゆるさだって。皆さん。史上最強のゆるさ。何？雨やかす？甘やかすね。甘やかす？誰を？ファンの人がね。そうだって。皆さん、だから私たちを甘やかしてるからダメだって。新曲、どれが好き？って。待って、面白い。どっちじゃんけん強い？だって。じゃんけんしようじゃん。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、負けたな。負けました。負けました。うんですって。うんですって。なんかすごいまったりしちゃってるけど、本当に素だよね、これ。うん、私たち。8時からの見どころは？ YouTube の見どころは？なんか企画やるよね。やる。2つやる。2つ企画やるので、それをぜひ見てみてほしいですね。皆さん絶対好きなやつだよね。あ、そう。絶対好きなやつだから。私たちは苦戦するけど、うん、皆さんは好きなやつ。大体予想でこれできる。え、すごい、なんか、あとね。眠かったら寝ていいよってきた。あ、だけど今お腹空いたいから寝れない。楽屋はいつもこんな感じなのって。そうだよ。そうです。こんな感じです。結構緩いですね。こんな感じだよね。うん、特に、この二人でいるときはこんな感じ、うん。声のトーンとか話すスピードとかもこんな感じ。そう、だって別になんかもうリコと 話さないで隣にいても気まずくないから、うん、それがありがたいです。うん。ということで、もうそろそろ？もうそろそろか。え、結構意外と経ってたんだね。そうだよ、20分ぐらい経ってたかな。あ、結構経ってたんだ。うん。じゃあそろそろ、あ、行きます。お知らせもありまして、うん、まあそれこそこちらですね、このビッグワンガールズさん、リコと2人で昨日発売になりましたので、ぜひぜひチェックよろしくお願いしますのと、あとですね、トップエルネオ6月30日に発売なんですけども、私は新沼紀沙ちゃんと秋山真央ちゃんと3人で撮影とあと取材をさせていただきました。リコは？私は桜キキちゃんと取材させていただきました。とあともう一組、小野組がいますので、ぜひぜひそちらもチェックしてください。お願いします。お願いします。どうする、なんかやる、私たちもスクショのやつ。スクショポーズ、皆さんスクショのポーズ、何がいいかだけちょっと言ってください。何が今ね、来てる。リコちゃん。あー、いや、来てない、全然。何の、なんか、ポーズ。スクショタイムお願いしますって来たけど。そう。あ、いやいや。来た？いや。でもね、なんかね、ギャルピース。これ？ギャルピースって何？スパキポーズ。ギャルピースってどう？ウィンク。インク、あ、インクできないよ。あ、そうじゃん。アドレナリンダメのポーズ。
これって何？これ？これ、これか、これ。え、これ？これもなんか嫌じゃない？ここそう、最初アドレナリンポーズする。下っけポーズとかある。ないよね。あ、下っけポーズはないよ。大きい歯、こういうこと？できないじゃん、うちの。あ、こうやってやるってことか。うん、そうよ。これする？え、待って。やってみてよ。いいよ。え、無理じゃない？あ、リコ面白い方がいいじゃない？来た。え、いいの？こんな感じ。何個かやるじゃん。あと何？はい。はい、ピース。いいんじゃない？こんな感じで。オッケー。じゃあこの後8時から、はい。つばきファクトリーの YouTube サブチャンネルハピスゴで、行くぜつばきファクトリーとハッピーに過ごそうよがコラボ配信しますので、はい、皆さんぜひ。見てください。見てください。お願いします。アーカイブですね。アーカイブ24時、今日の24時まで一応残す予定で、あの失敗しなかったらね、この今やるときに失敗しなかったら残ります。24時まで。頑張って残そう。頑張って残します。なので皆さん見れていない方いましたら見てくれるといいなということで。では終わります。またお会いしましょう。またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。どうやってやんな。これバツ一回押していいの？いやバツを押して、え、どうやってやんの？ライブ動画を終了しますかって出てきた。わかんないよね。これ終了でいいんですか？わ、来た。始まった。